皆さんこんにちは、クリス敦子です。2020年5月27日にアップした動画の続報として皆様にご報告させていただきたいことと追加ご説明させていただきたいことがあり、今回動画を撮影することにしました。ここからお話しすることは全て昨年5月にアップした動画に付随することですので、まだその動画をご覧いただけていない方は先にその動画をご覧いただくことをお勧めします。昨年5月に動画を出して以降、どのような流れになっていたのかということをご説明させていただきます。すべての資料が整った6月、弁護士を通じて裁判所へ訴状を提出させていただきました。10月、第1回口頭弁論が開かれました。続いて11月、第2回目の口頭弁論が開かれました。そして2021年1月25日、判決が下されました。私たちの主張していたことが認められて勝訴いたしました。裁判を起こした当初、一体判決までどれくらいの時間がかかるのかというのが想像できなかったので、前回の動画の続報については撮影するつもりはありませんというふうにお伝えしていたのですが、コロナ禍ながら法の下、物証や証言、それからたくさんの資料を集めることができたため8ヶ月で判決が出ました。8ヶ月間この裁判を静かに見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。それと同時に大変ご心配をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。当時ただただがむしゃらに毎日撮影に向き合ってきた19歳の女の子2人です。特に私に至っては芸能界に入って初めてのレギュラー番組で、お芝居自体も初めての経験でした。撮影所ではお父さんやお母さんみたいな、そんなあったかいスタッフやキャストに囲まれて、まるで家族たちと365日過ごしているような、そんな感覚で撮影に臨んでいました。本当であればこの判決もこの裁判もこの揉め事自体あるはずがなかったんです。やらなくてよかったことだったんです。だって事実無根のことなんですから。私たちはやっていません。相手方が主張されていたような行為は、毎日の忙しくも楽しい撮影の中、どこにも入り込む隙はありませんでした。いろいろと迷った挙句、前回の動画を出した結果、この作品を愛してくださっている視聴者の皆様からたくさんのコメントをいただきました。皆さんからの言葉は様々でしたが、あの動画で時系列や詳細など事細かにご説明できたことによって、改めて皆さんの誤解を解くことができたのではないかというふうに思っています。私が主張したかった3つのこと。まず1つ目が、当時関わらないという選択をしたことで誤った情報を信じさせてしまったことを訂正し、事実無根であるということを主張したい。2つ目が、作品に携わるスタッフも世代交代を繰り返していると思いますので、業界内で誤った情報が語り継がれることを阻止したい。3つ目が、自分にとって宝物のような大切な作品を汚したくない。今のこの3つが、この判決によって一人でも多くの方に伝わることを願うばかりです。ただ勝訴したといっても、私たちが主張していたことが全て認められたというわけではありません。裁判所から認めていただいた部分は2つです。
まず一つ目が誹謗中傷にあたるブログの削除。裁判所から削除を命じられたのは1のブログ記事と2のフェイスブックの2記事、合計3点です。まず1点目、こちらのブログの記事ですが、昨年の動画内で私からブログの管理会社に3記事削除請求をした後に発覚したもののため、裁判の結果、この記事に関しても誹謗中傷にあたると判断されたため削除を命じられました。2点目が Facebook 内の記事です。2017年7月4日に投稿されているブログ投稿しましたから始まる記事と、トースポコラム連載第5章ですから始まる記事、この2記事の削除が命じられています。そして2つ目が賠償金です。一部報道で、ご覧いただいている皆様が誤解を受けかねないような表現があったので、それに関してはきちんと後ほど補足説明という形で私の口からご説明させていただきたいと思っています。賠償金っていう結果が一応下ってはいるんですけれども、もちろん私たちの間ではお金で済む問題ではないと思っています。一番本当は、ね、望んでいたことは、ご自身が発信したブログが、ことの発端ですので、そのブログできちんと謝罪をしていただき、この件は実は事実無根だったということをご自身の口から言っていただけるのが一番ベストだなというふうに、今も期待はしています。そういった動きをしていただけないのであれば、裁判所から命じていただいた通り賠償金という形で償っていただくより他ないのかなというふうに感じています。もしかしたら気軽に発信したことが、私たちが否定を初期段階でしなかったことで、もっともっとっていう感じでね、エスカレートしてやってしまったことなのかもしれないんですけれども、とはいえやはり大人なので、自分のした行為の責任を負っていただくというより他ないのかなと思っています。この賠償金がしっかりと支払っていただけるのかどうかということに関しても、きちんと今後見守っていきたいというふうに思っています。ここからは情報の補足や、前回の動画以降追加でご説明したい点がいくつか出てまいりましたので、それについてお話ししていきたいと思います。まずはじめにお話ししたいのが、この裁判の判決が下された翌日、一部報道機関でこの件をニュースとして取り上げていただきました。そのニュースでの伝わり方が一部皆さんに誤解を与えかねない表現となっていましたので、改めて私の口から正しい情報をお伝えしたいと思います。すごい短いニュースだったんですが、その短い中に2つもあるんですけれども、まずは1点目は、ニュースの見出しになっていた文言が、戦隊ヒロイン同士の争いに判決っていう見出しがついていたんですね。でそれをご覧いただいた方から、内容をおそらくよく見てなかったんだと思うんですけれども、ピンク役の私とイエロー役の本橋ゆかちゃんが揉めているんじゃないかというふうに気をもんでくださった方が何人かいらっしゃるようです。全然違います。皆さんはもうお分かりだと思うんですけども、全然違います。当初裁判を起こそうと動いたのは私一人でした。ですが昨年 YouTube に動画をアップし、私が立ち上がった姿を見て、同じように被害に遭っていたイエロー役の本橋ゆかさんも裁判を起こそうと考え、同じ弁護士に依頼し、今回一緒に訴えを提起いたしました。ですので、
私と本橋さんが2人で訴えた側ということです。あともう一点、そのニュースの中で賠償金ですね、これが私1人が440万の賠償金を勝ち取ったみたいな感じの表現になっていたんですけれども、名前が出ていたのが私だけだったので。ですが先ほどお話ししたように、今回の裁判は私と本橋さん2人が起こしている1人に対しての裁判ですので、今回の440万という金額は2人合わせての賠償金ということです。その点もご認識お間違えなきようよろしくお願いいたします。とはいえ、こういった誹謗中傷の裁判で1人当たり220万円の賠償金を命じていただけたということは、かなり価値のあることだというふうに思っています。他人への誹謗中傷をしてしまったことで、これだけ大きな代償を支払わなければいけなくなるという抑止力になればいいなというふうに願っています。新事実として、まだまだ虚偽の記事が出てきました。びっくりしたことに、まさかの書籍の中でまで書かれていたということが発覚しました。いやー、本当にこれはびっくりしました。書籍ですよ。出版社さんから依頼されている時点で、その原作作者にはお金が入っているわけですよ。ということは、私たちのありもしない事実無根のことをネタにしてお金を稼いだわけですよ。これはね、もう本当にびっくりしました。ある日、クルスさん、本にも書かれていることって知ってますっていうね、連絡がある方から来まして、えって思って、すぐにその本を自腹で購入しました。もうその売り上げも出版社と相手の方にいいって思うと本当に悔しいんですけれども、もう証拠なんでしょうがないという気持ちで自腹で買いました。そして該当部分だけを読みました。他の部分を読んでももうしょうがないので、自分たちに書かれている部分だけを読みました。そしてそれを弁護士に追加資料として提出しました。いやー、本当にびっくりです。ここまでするのっていうか、ここまでされてたのっていうことに気づいてもいなかったので、ただただびっくりしました。自叙伝というそういう括りが一体どこまでがフィクションで、どこまでがノンフィクションだったら許されるのかっていう、その割合は明確ではないと思うんですけれども、ですけれども、ね、出版社さんにもそうやって本を出す責任っていうのはあると思うので、これで傷つく人がいるとか、こういう争いになるということをきちんと分かっていただいた上で書籍化されることを望みます。今後どうするかっていうのはちょっとまだ決めていないんですけれども、これを見てどう感じになるのかなっていうふうに今は思っています。改めまして、この8ヶ月間裁判を見守ってきてくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの一つ一つの言葉が私たちの力になりました。支えになりました。本当に感謝しています。それから前回の動画の中で、相手の SNS などコメント欄とかをね、荒らさないでくださいっていうお願い、この約束をしっかりと守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。私がそういったコメントで苦しんでいたように、今回のことで相手に対しても同じことをしてしまっては全く意味がないので、その部分を皆さんが守ってくださったこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
裁判相手への今後の対応としましては、裁判所から削除が命じられたブログとフェイスブックの記事、合計3記事がきちんと削除されるか追っていく。裁判所から命じられた賠償金が滞りなく支払われていくのか、しっかりと見届ける。判決が出たからといって終わりというわけではありません。負うべき責任をしっかりと償っていく姿を見届けていきたいと思っています。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からはまた普通のテンションで動画をアップしていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。